本日娘の中学校入学式でしたおめでとうございます娘さん中学校入学 国家斉唱では大変おごそかな気持ちとなり改めて素晴らしい国家だと実感しましたそのような中隣の席の保護者の方が国家の歌詞知らないんだよねとご主人らしき人と話しているのを聞き愕然となりましたその方を責めるつもりはなく国家を嫌うような学校の環境だったのかなと残念に感じました武田先生音楽の教科書も作ってはいかがでしょうかそうです音楽の教科書作りたいんですけどもねありがとうございます 世代とか地域にもよるんですけどもね国家を歌えない世代、歌えない地域あるんですよ特に広島とか大揉めに揉めてね教育委員会では歌うなっていうとかねそうすると学校の中でも歌うの歌わないので大揉めになって自殺した教員が十数名いるわけですよそれで国旗国家法を作るって方向になったわけですからねそうですか娘さんの中学校ご入学おめでとうございます 私の娘も小学校入学ですからねちょうどね入学式の季節ですね。